こんにちは、玉置です。今回は東京リベンジャーズのクリアカードコレクションガム2をいつもの流行りのスーパーさんで買ってきたんで、こちらワンボックス開封してみていきたいと思います。こちら公式の発表では5月下旬の発売ということで、詳しい日程が書かれていなかったんですが、本日入荷していたということなのでね、5月22日の月曜日に発売というのが公式の発売日だと思います。なのでいつものようにですね、大きめのスーパーさんなどでは土曜日頃には入荷されているところが多いんじゃないかなって思います。それでは早速見ていきましょう。まずはパッケージ確認です。パッケージは1種類となります。こちらの5人が書かれております。いいですね。特服のね、前回の特服の時も良かったんですが、こちらもねいいですよね。でラインナップなんですが、ここにちょろっとねサンプルが載っているんですが、おそらくなんですけどエンスカイさんのものなので、こちらのシリーズはですね、大体ワンボックスで全部コンプリートできますよという仕様になっております。たまにエラーボックスがあるのでね、そういう場合はちょっと揃わなかったりもするんですが、ほぼほぼ 99% はワンボックスで揃う仕様となっております。それでですね、こちらはおなじみのシリーズなので、皆さんねもうご存知だとは思うんですが、未開封のボックスで買うと初回特典のカードが1枚ついております。私が買ったのはですね、スーパーさんで開封済みのボックスなので特典はついていないんですが、特典が欲しい方はですね、ボックスで売ってる店舗さん、そうですね、アニメートさんとか、そういうアニメグッズを取り扱っている店舗さんだと、大体ボックスで販売されているところが多いと思います。初回特典がついているものにはですね、シールが多分ついていると思うので分かりやすいかと思います。で初回特典のシールなんですが、じゃん、こんな感じですね。分かりやすく初回限定生産と書かれております。でここに赤いテープが貼ってあると思うんですが、これはね店舗さんによって違いますね。透明のテープだったり、あとは未開封ですよという、ね、文字が入っているものだったりするんですが、ここね店舗さんによって違うので、これをね目印に探してみてください。ちなみにこちらはですね、32種類なんですが、16入りなので2個ずつ入っていて、多分コンプリートできる仕様となっていると思います。それでは上だけ開封して準備したいと思います。準備ができたので順番に見ていこうと思います。配列が気になる方はご参考程度にお願いいたします。ということなんですが、エンスカイさんのものなのでランダム封入だと思います。で以前はですね、1パックに入っている組み合わせは同じということが多かったんですが、最近はですね、この組み合わせもランダムになってきたので、本当にランダムだと思います。ではね、見ていこうと思います。では1パック目からいきたいと思います。エラーボックスじゃないことを祈りつつね、せーの、おドラケンくんですね。こちらは髪の毛を下ろしたドラケンくんとなっております。エンスカイさんのやつなので、どれかのイラストが閣議下ろしが入ってると思うんですけど、ちょっとね通り部の方はそれぞれのメーカーさんのねオリジナルのイラストというのをちょっと把握してないのでわからないんですが、どれだろう、これかな。あでもこれこういうシリーズっぽいな、わかんないでも2枚目、ほい、あーひなちゃん、あーそうだよね、前回も女の子いましたね。あかわいい、こんな感じとなっております。こちらねクリアカードで素材もいいんですけど、デザインがね毎回いいですね。かわいい、かっこいい。そしてねこれ置き場所がねいつも大変になっていく。次、せーの、ほい、あー三ツ矢くん、これはでも見たことあるイラストですね。かっこいい、せーの、ほい、おーいいですね弟くんあちょうどつながって出ましたね。いやー直人もねいいよね。三ツ矢くんさいつもオレンジなんですが、ちょっと文字は水色で書かれております。ちょっと新鮮だな。次、せーの、ほい、バジさん、良すぎこれ、このバジさん良すぎ、これどっかで書かれてるのかな。ちょっとこの50番台良い。次、ほい、おー竹道、これはあれですね、パッケージのイラストですね。かわいいパーカー、ちょっとこの腹チラいいんじゃない。いやかっこいいよ。次、せーの、ほい、あ、チフヨですね。このシリーズ。かわいい。そして、ほい。お、出ましたね。ここのね、人たちが出ると、おーってなるけどね。欲しいよね。ペーパーで揃いたいね。よいしょ。あ、見えなくなっちゃう。よいしょ。次、いきます。せーの、ほい。あー、ここチーン、ペロッとなっております。かわいいです。かっこかわいいね。前回はねラインナップされてなかったからね、いいですね初登場。せーの、ほい、あドラケンくんです。あそうね、イメージカラーがこのバックの色で、で目立つ色で文字が書かれてるって感じかな。この三ツ矢くんとかもそうだけど、こっちのキャライラストもいいけど、これもいいよね。次、せーの、ほい、いやーかわいい、うまちゃん、わこんなの子いいわ、いやかわいい、ちょっといいねこれは。もう一個、ほい、バジさん、
これもね見たことあるイラストですね。このキャラクターイラストのシリーズはあれでね、どっかの使い回しというかね、うん、いつものイラストみたいな感じですね、うん、次せーの、はい、出ました8回です。うん、色がねちょっと濃いめの青だからやっぱりねデザインがかっこいいね。まあ、いつも言ってる鬼滅とかでも言ってるんですけど青が結構好きみたいせーの、はい、あーマイキーかわいい、いやいい、これやっぱりこの50番台のシリーズちょっとかわいいイラストが、これオリジナルかな、ちょっとわかんないや、ちょっと詳しい方いらっしゃったら教えてください次せーの、ほい、おーあっくんとちゃんとさクリアカードだからちょっと透けて見えちゃいますね、じゃーんこんな感じでちょっとやばいね、これハイゴレイみたいになっちゃってるやばい、うん、いやでもこの2人かわいいよね、ちょっとね、うん、いいな。次せーの、ほい、あーカズトラくんです、うん、あ緑の文字いいな。でもう一個、ほい、おー出ましたゆずはちゃん、かっこいい、あかわいい、かっこかわいいね、うん、いやいいですね、ちょっとやっぱねこの腹チラがいいよね次せーの、ほい、おパーチン出ましたねちょっと待ってたよあなたを、せーの、ほい、あー出ました、あーやっぱこの紫というかね薄い感じのこの色好きだわ、イメージからね、うん、次いいよ今んとこ被ってないからエラーボックスじゃなさそう、ほい、あ竹道かわいい、あやっぱりこの辺竹道は49だけど50番台がちょっとオリジナルっぽいな、イラストがなんかいいもんね、もう一個ほい、あー三ツ矢くん、これもねパッケージのイラストと同じなんですけどいいですね、次せーの、ほい、スマイリーくんもいるんだ、おーちょっとね、まあ、いつもそうなんですけど公式のねあのラインナップはね確認せずに見ております、もう一個ほい、あっち冬です、これはねさっきのあれだ、あでも59、ん、あなるほどこのシリーズのそうなんだね、なるほど、でも一人で理解してるというね、次せーの、ほい、おーマイキーのこのあれだね、このオリジナルがあってこのあれなんだ、このシリーズなんだ、文字シリーズ、もう一個、はい、おお、あんまかっこいい、あんまさもうこのなんかキャラクターイラストのこういうやつ結構かっこいいんだよね、ポーズとかがかっこいい、ずるいせーの、ほい、あたけみっち出ました、うん、やっぱ爽やかでいいね、でも黄色っぽく見えるけど緑なんだよねこれね、きっとね黄緑なんだよね、でもう一個があちふゆー、やばい、かわいい、やっぱこれがオリジナルっぽいよな、いやこれいいね、かわいすぎる、であとあと2つです、せーの、ほい、カズトラくん、おおいいね、あバジさんもささっきそうだったけどちょっと腹チラエスカイさん腹チラ、もう一個、ほい、おおラケンくん、うん、このシリーズここのさあれいいねデザインがね、これはでラストです、せーの、ほい、おお大事もいるんだ、これはいつものねキャラクターイラストですね、でもう一個は、ほい、あマイキー出てなかったんだ、おおこんな感じで、これが結構あれだね、みんなのキャラクターイラストが載っている感じで、うん、じゃあね番号順に並べ直してみたいと思います。はい、ということで今回の開封結果はこんな感じとなりました。無事にねワンボックスでコンプリートできましたよということで、一応ね順番通りに並べてみました。こちらの番号なんですが、前回が32枚で32番まであったんですが、それのね投資番号ということなので、こちらが33から始まって64となっております。で今回のデザインは3種類となりますね、こちらのキャラクターイラストとこちらのね今までのキャラクターイラストで、こちらが多分オリジナルだと思うんですけどね、イラストのラインナップとなっておりますね。こちらオリジナルのイラスト線も細いのでね分かりやすいと思います。でめちゃくちゃ綺麗なんですよ、うん、ちょっとね地冬の顔こんな感じでね、いつもと違う感じなんですがなんか瞳がちょっとちっちゃいからかな、でもね可愛いよね、うん、こんな感じでね、いやこのここのラインナップめちゃめちゃ好きです、うん、なのでちょっとバラ買いでねピンポイントで当てたい方はねちょっと難しいかとは思うんですが、ね、チャレンジしてみてくださいということで、クリアカードコレクションガム2のご紹介でした。最後まで見てくださってありがとうございます。またよろしくお願いいたします。バイバイ。